皆さんこんにちは、筋トレ大学です。今日はですね、企画をですね作りました、はい、新フレーバーティラミス風味が発売なんですよ先生。なるほど、はい、なのでゲームを考えていきました。ズバリティラミス味格付けチェックゲーム格付けですね、はい、はい、まあ、あのテレビのですね番組として超一流の素材と、まあ、一般の素材を食べ比べして芸能人が格付けするっていうのが、ね、昔から流行ってますけども、今回はちょっと普段すごく美味しいものとかをたくさん召し上がっていただいている山本先生と超一般庶民のものしか食べていない味バカの僕が実は味覚同じなんじゃないかっていうのをね検証するような企画でございます。ルールなんですけども、今日ですね実際今目の前にこう出ている4つのティラミスなんですけども、3つは超一流のパティシエの方が実際に作っているティラミスです。で残り1個は料理ほとんどやっていない、いわゆる脳筋トレーニーな、はい、スタッフが今日のために作ってくれたティラミスだそうです。これだから先生あれですよ、はい、申し訳ないけども彼には当たりますよね。これもう外したら透明になってもいいです。いや僕もさすがに味わかですけど、ホラーって一流の人とど素人ですよ、悪い言い方すると。まあ2人とも当てる気満々なので、はい、罰ゲームもちゃんと用意しています、ね、罰ゲームの内容は後で多分やらないと思うんで、セリフ自体当たりますからね。はい、当たっちゃうんで、じゃあしっかりちょっと当てていきたいと思います。ちょっと2人ともつけてしまってるので、ここからはですねスタッフの方に手伝ってもらってやっていきたいと思います。じゃあ1個ずつまず先生から4フレーバー4つの商品と味見してもらいましょうか。はい、じゃあどうすればいいんでしょう。はい、担当の方スプーンを先生に渡してあげてください。バーンって言ってください。まず A からいきます。あーん、これまだ先生感想今言わないでくださいね。じゃあ B いきます。はい、あーん、なに、うん、はい、え、何今のリアクション。続いて C いきます。あーん、じゃあラスト D いきます。あーん、じゃあ今度僕ですね。はい、じゃあ竹迫さん、はい、 A いきます。はい、あーん、あ、もっと、うん、こういう味なのかな。はい、OK です。じゃあ、B いきますね。うん、はい、あーん、う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 ん、なんとなく、はい、はい、じゃあ C いきますね。はい、はい、あーん、じゃあラスト、B いきます。はい、はい、あーん、え、ちょっと待って。じゃあ、目隠し外します。先生も自信満々ですか。まあ、二つもどっちかに絞れていて、そのどっちかなという感じなんですね。あ、二つ？まあ 50% はいけるか。ね、一個だけなんですよね。僕正直なこと言っていいですか、はい、僕以上にもしかしたら味バカなんじゃないかな担当がって思うぐらい一個だけね、はい、ティラミスをそもそも作ってないんじゃないかと思ったんですよ一個だけ、うん、これ間違えたら怒られるな。なんですけど、まあでもゲームですからね、はい、もともと僕は味バカで分かってますから。じゃあせーのでいきますか先生。
せーの。わかりましたね。え、そうですか。じゃあちょっとね、理由を先生のやつ聞いてみたいですね、はい、なんで D だけ、はい、まずですね、圧倒的にうまかったのが C。 うん、 C すごい惜しくてですね、はい、ココアパウダーも多分すごい高級なやつかなと思うんです。で、A 多分たけたくん、これティラミスっぽくないって感じが、そうなんですよ、これがね、はい、多分ですね、あのスタッフが作ったということは、はい、クックパッドとかそういうレシピを見て正確に作ったんじゃないか、はいはいはい、となるとこういう変化球はない。逆にね、まあでもすごい A も美味しかったです。ちょっと変化球、なるほど、ね、変化球なのかはないかなと。なるほど、クックパッドの投入に作ったんだそうだなと。B か D なんですけども、はい、B がですねちょっと酸味があって、うん、で D はちょっとあの薄味というかいっぱいガブ、はいはいはい、バクバク食べられそうな感じなんですね、うん、で、まあ、B も酸味があってちょっとすごい美味しかったんですけれども、美味しかったです、ね、もしクックパッド通りだったら多分そういうの入れないんじゃないかなと。もうちょっとで薄いのは多分まあ量を間違えたんじゃないかこっちですねという。なるほど。ただまあ結構ですね、あのデザートとかになるとこれぐらいの方が食べやすいっていうのがあるんですね、まあ、でちょっとまあ迷ったんですけれども B か D で D が。なるほど。竹田ボタンの理由はどうですか。いや、もうシンプルに言っていいですか。はい、あのマスカルポーネ入ってるじゃないですか、ティラミスって。量大幅に間違えたんじゃないかなっていう。あのクックパッドを見るは多分やってるはずなんですけど、はい、ワンチャンちょっと脳筋なんですよ、はい、だから分量とかをですね気合でダーってやって、はい、なんか足りないバランスを崩したんじゃないかなみたいな感じがしちゃったんですよ、僕なんです。で他は結構ティラミスっぽかったじゃないですか、はい、こいつだけ明らかにティラミスじゃなくて、うん、カカオの乗ったチーズだったんですよ、うん、だからちょっと、まあ、僕は彼を知ってるので、はい、今回ちょっとやってんなという感じですね、はい、B は美味しかったですよね。そうですね、 B は、はい、まあ、ちょっと酸味があって美味しかったですね。あの、まあ、圧倒的に美味しかったのは C だと思いますけど。なるほど、僕は結構ね B の好みですね。なるほど、はい、じゃあはい、語ってみたところでですね、正解をスタッフから聞いてみたいと思います。スタッフの方、正解は、じゃあ結果発表、はい、参りますね。料理が苦手で何を作っても失敗ばかりの私が、はい、あの作ったティラミスは、はい、D です。ああなるほど。いやでもだとするとですよ、まず一つ彼に言ってあげたいことは、うまいと思う上手だったと思います。美味しかったです。美味しかった、普通にティラミスでしたね。はい、これあれですね、新しく発売されるフレーバーのティラミス、このティラミスプロテイン入ってます、はい、しっかり。え、ティラミスプロテインを使ってビールを作ったということでしょうか。これは、はい、ティラミスプロテインしっかり入ってます。プロテインで作りました。コーヒー あの苦味の部分ですね、苦味の部分は、はい、ティラミスと、あとほんのり甘さも入ってて、これはもう本当ティラミスで通用しましたね。いや本当にティラミスよ、分かんなかった。あ、すごいね。タンパク質多分10から15ぐらい入ってますね。へえ。結構入れました、欲張って。欲張ってこっちにしなかったな。あ、トータルそうですね、トータルしたらもっとあるかもしれないですね。あ、そうですよね。いやでもプロテインだけで15グラムぐらいあります。これはってことはだけど、普通にこれ使って家でティラミス作ったら皆さん結構簡単に作れるかもしれないってことですよね。プロテインティラミス、プロテインティラミス、いいデザートじゃないですか。じゃあまあもう答えは出ましたね。2人とも間違いでございます。外しちゃいましたね。外しちゃいましたね。じゃあ罰ゲーム、罰ゲームはどっちがやるんですか。2人とも外したらどっちがやるんですか。そうですね、一応くじ引き用意してありますので念のためにただその前にあの罰ゲームはこちら、あの 100% カカオとあとですね、コーヒーを使って砂糖不使用だ、もうすごい健康的なチョコレートですね。 100% カカオ、はい、匂い美味しそうですよ。 100% カカオはですね、そのまま食べるものではないですよ。はい、これ前に調味料的な動画でも言ったこちらから、じゃあそうですね、山本先生、山本先生じゃないですか、引いたというか、はい、はい、じゃあお願いします。じゃあもう先生、もう見えちゃってる、見えちゃってる、見えちゃってる、見えたよ。
あっ、はい、これはもう武田ボタン罰ゲームってことで決まりでいいでしょうか。まあ、全然大丈夫ですよ。じゃあ、これをバクッと。バクッとお願いします。絶対美味しいと思うけどな、この匂い。ただのチョコソース。ちょっとじゃあ、いきます。コーヒーも入ってます。甘くもねえし、ティラミスの酸味もねえし、あのねちょっと待って、これさ、ティラミス先生、それでガーズのちょっとやめてください、飛ばさないです。酸っぱい苦い。きついこれ。先生、ね、僕今日これを食ったことでもう健康になった気がするんですけど、プレワークアウトとしてベストですよね。発売のこちらのマルクスホエイプロテインティラミス風味、本当にですね、今回ティラミスと見るというか、もう食べまごうぐらいの美味しさですので、もちろんそのまま飲んでいただいてもいいですし、このようにティラミスにですね、加工していただいてもいいですし、本当に美味しくいただけると思いますので、ぜひお召し上がりください。そしてこちら数量限定、いつもの限定発売、すぐなくなっちゃうやつですので、まあ、私ちょっとまとめて10個ぐらい買おうかなと思ってるんですけれども、皆様もぜひなくなる前にお買い求めいただければと思います。はい、本日25日プロテインの日ということで、さらにお得にお求めいただけるというようなこともありますので、ぜひ詳細概要欄もチェックしていただいて、お安く美味しいプロテインをゲットしてください。これ美味しくない？さあ、ちゃんと食べました。全部食べてる。ああ、もうしばらくチョコいいや。というわけで本日ホエイプロテインティラミス風味ということでした。はい、またくたくたの罰ゲームもですね、とても楽しかったと思うんですけれども、もうチョコいいやと言ってますので、これはどうでしょう、来年も、来年は欲しい、来年はもう来年のチョコ欲しい、来年のチョコ欲しい、来年のバレンタインにぜひたくたくたにチョコをあげていただければと思います。そしてプロテインの日、本日25日ティラミス風味、ぜひよろしくお願いします。それでは皆様、次の動画でお会いしましょう。